前回、晴れの日の被害に遭われた方へ、ちょっと向けた、ビデオメッセージといいますか、動画を制作させていただきました。いくつか質問を受けました。動画でですね、答えさせていただけたらな、と思っておりまして、今動画を作っております。宝部です！というわけでございまして、皆様、お久しぶりでございます。宝部亮次でございます。前回、晴れの日の被害に遭われた方へ、ちょっと向けた、ビデオメッセージといいますか、動画を制作させていただきました。それで、ツイッターの DM をちょっと開放してですね、いろんな方からの、ご連絡っていうのをいただきまして、いくつか質問を受けました。で、たくさんちょっとですね、質問が来たので、動画でですね、答えさせていただけたらなと、思っておりまして、今動画を作っております。これでどうなのかなとか思っている方はですね、このまま動画を見ていただけたらなと思っております。質問をまとめていますので、ちょっとまとめを見ながら、ご回答させていただきます。まずですね、今回の撮影協力といいますか、今回のその、ボランティアといいますか、ちょっと動画を作りますよっていう、僕の、呼びかけのですね、対象になる方ですね、たくさん、ちょっと今年はちょっと袴が着れなかったのでとか、ちょっと、今年はちょっと留学していてとか、まあたくさんいろんな理由をお持ちの方がいらっしゃってですね、ちょっと撮影してくださいっていう、ご連絡をいただいたんですけど、今回はですね、晴れの日の被害に遭われた方限定なので、ちょっと対象になる方はちょっと被害に遭われた方だけになってしまいます。被害に遭ってない方も対象にしてしまうと、まあ言ってしまえば、新成人全員になってしまいますので、そうなるとちょっと僕の、活動っていうのにもちょっとね、活動ができなくなってしまったりとかしてあげたいっていう気持ちは本当にあるんですけど、ちょっと今回は対象外といいますか、晴れの日の被害に遭った方限定でさせていただけたらなと思っております。晴れの日の被害に遭った照明っていうのはどうしたらいいですかっていうご連絡も、照明なんですけど、もう照明できるものがあれば何でも、消費者センターの方とのやり取りのメールの履歴っていうか、いうものだったり、実際に晴れの人のメールの履歴だったりとか、例えば領収書だったりとか、まあ、証明できるものが何かあれば何でもいいです。どういったものがあるのか、ちょっと全ては把握できていないんですけれども、なので、ちょっと僕の頭の中で想像できるのってそういったものなのかなっていう。ところなので、その他にも何かあるのであれば、ちょっとそれを、教えていただけたらなと思います。実際に撮影時間ですね。撮影時間だったりとか、日時だったりとかっていうものに関してですね。それはすべて、ちょっとご連絡っていうか、やりとり、僕と、まあ、ツイッターの DM だったりとかっていう、例えば、まあ、Gmail だったりとかになってくると思うんですけれども、そのメールのやりとりで、日時だったりとか、時間帯っていうものを、決めていこうかなと思っております。なんか何も決まってないっていう言い方が一番合ってるのかもしれません。特に縛りはないです。宝部亮次が、必ず土日はダメだっていうわけでもないですし、平日は絶対にダメだっていうわけでもないですし、ただ、土日はここは予定があったりとか、まあ、比較的ちょっと土日は予定が結構埋まってきているので、まあその中でも、空いた時間、ちょっと協力できたらなとは思うんですが、まあできる限り、その、希望の時間に、添えるようにっていう感じですかね。あと、撮影の時は、振り袖のみでしょうかっていう。そうですね、これも、まあ最初は、まあ振り袖っていうものだったりとか、いうものをちょっと考えてはいたんですけど、どうしてもやっぱり うまくその振袖のレンタルっていうのをちょっとまあボランティア、まあ金額もかかってしまいますし、なのでちょっとそこは要相談っていう形でもいいでしょうか。まああくまでも今回の目的っていうものが、振袖の被害、晴れの日の被害に遭われて、で例えば僕自身ができることってなんだろうって考えた時に、振り袖の、写真だったりとか、あと他は袴を着た、写真だったりとかっていう撮られた方がいらっしゃっていて、でその方々がそのせっかく撮った写真、その当日に式に出られなかったっていう
被害もあるんですけど、その僕はその成人式を、開くことはできないので、写真を撮影して、でそれが手元に届かなかった方々に対して、ムービーをその、まあ、代わりにと言ったらなんですけど、ムービーを撮影させていただけたらなって思って、動画を、作ったので、まあ、当初の予定だと振袖もしくは袴を着たのに、その手元に写真が届かなかったっていう方を対象にちょっと呼びかけたつもりではあったんですけれども、そうですね、なので、まあ、そこはちょっと要相談で、なので振袖じゃなくて、まあ、こういう私服が、この私服がだったりとか、この洋服がその僕私の、まあ、成人になる思い出の洋服っていうものがあれば、まあ、それも対応させていただけたらいいのかなっていう、まあ、ちょっとそこは要相談っていう形でもよろしいでしょうか。あとその撮影希望日が他の被害者の方と被ってしまっている場合ですね、まあ、それは先着順に、まあ、先に決まってしまったらもうさすがにそちらの方を、優先させていただけたらなって思っています。あと撮影の場所、撮影のコンセプトはあらかじめ決定しているのでしょうかなど、ちょっと僕の、可能な範囲っていう形ですね、まあ、全てを叶えることはちょっとまあ難しかったりするのかなと思うんですよ。例えば必ずしもここで撮りたいっていうのもあって、まあ、それもちょっと要相談っていう方ですね。あとこの晴れの日の被害っていうものにあったのは成人式だけではなく、例えば卒業式、ですね、まあ、大学の卒業式だったりとかっていうものに対してちょっと着物を借りてた方もいらっしゃるみたいなので、そういった方々もそうですね、まあ、対象にしてもいいのかなとは思ってはいます。まあ、晴れの日の被害にあったっていう方は対象なので、その方々もちょっとご連絡をいただけたらなと思っております。なので気軽にとりあえずTwitter の DM とかで相談してください。そして着物だったりとか、振り袖だったりとか小物っていうものを、お貸しすることができますよっていう方が、いまして、本当にありがとうございます。ただですね、ただちょっとその僕自身が、着付けることができなかったりとか、しますし、その今後その晴れの日の被害の方々とちょっとご連絡させていただいている中で、まあ、その着物っていうもの、振袖っていうものが、必要になる場合、なった場合にちょっとご連絡させていただくっていう形を取らせていただいてもよろしいでしょうか。以上でございます。すいません、長々とお話しさせていただきました。何かこの動画を見てもちょっとこういったところどうなんだろうっていうことがありましたら、ちょっとご連絡、普通に DM とか、待ってますので、全然どしどしと、お寄せください。はい、なので、ちょっと気になったことがあったら全然言ってください。はい、というわけでございまして、本日の動画は以上でございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイ、さよなら、ザイチェン、アディオス、バイバーイ。